皆様こんにちは、キスジャガーです。2020年11月7日土曜日13時3分です。こんにちは。現在地新名神高速道路宝塚北サービスエリア出たところです。神戸の方から高槻の方に向かって高槻ジャンクション向きで走っております。東向きですね、上り線ということになります。川西まで8キロ、箕面とどろみまで14キロ、京都まで58キロでございます。現在地が 140.4 キロポスト、数字はどんどん減っていきます。東の方に向かってどんどん数字がちっちゃくなっていき、神戸方面に向かって数字どんどん大きくなっていきます。新名神は全線開通してるわけではなくて、高槻ジャンクションから神戸ジャンクションまでの間とで、まあ高槻ジャンクションを越えますと名神高速に接続ということになって、でしばらく走ってまたどこだっけな、草津ジャンクションかな、あの辺りからまたもう一回三重県の方に向かって伸びていくんですけれども、現在走っておりますこの区間というのは神戸から高槻までの区間ということで、これ今までこの道路ができる前でしたら、あの京都方面、まあ、滋賀でも京都でも、まあ、名古屋でもいいんですけれども、そっちの方からあの神戸の方を抜けて 広島とかね、あっちの方行くのに、あの中国道を通って行ったりしてたんですけれども、まあ、名神高速から中国道に吹田インター、吹田ジャンクションで乗り換えて、で中国道で、まあ、豊中、宝塚、西宮、北か、ね、あの辺り抜けていくということで、岡山、広島とどんどん西の方に向かっていく、そういうあれやったんですけれども、京都の方からまず高槻のところで高槻ジャンクションというので分岐しまして、それで山の中を通ってね、このトンネルばっかりなんですけど、山の中をくぐり抜けて、そして神戸ジャンクションのところで中国道につながるっていう、今までのルートでしたら中国道が自己渋滞とか例えば通行止めとかそういうことになりますと、もう下走るしかないというか、道が限られてきたんですけれども、このルートができたことによって、まあ、代替ルートというかバックアップルートですね。もし自然災害、台風とか、ね、地震とかで土砂崩れとかで中国道が通行止めになりましたみたいなことになっても、まあ、この道路が生きていれば多少なり影響はちっちゃくなるという、行くことも戻ることもできないみたいな、そんな最悪の事態にはならないという。だからね、高速道路も税金で公共事業、無駄な公共事業をしやがってみたいな、そういうのをちょっと聞いたことあるかもしれませんが、ね、一応普段あんまり車が走ってなくて、もうタヌキばっかり走ってるんじゃないのと、車なんか見たことないぞみたいな、そんな、ね、なんでこんなところに高速道路作ったんだみたいなことがあったとして、まあ、何か非常事態の時に、ああここに道路があったから緊急時通行ができたねみたいなことになるんです。和歌山とか奈良のすごく田舎の方っていうかね、市街地も、ま、町の中じゃなくて本当に
人里離れたというか、ああいうところの県道とかがあの洪水とかで、ね、あの流れてきて通行止めになって埋まってしまったよみたいなニュースで、ね、何年か前かあったりしましたけれども、あれはもう何ヶ月とね土砂に埋まったままその復旧作業がはかどらないというか、それが終わるまではもうその集落であったりね、あのその先にある、ま、村の方町の方、あの物資が届かないし、あの人の行き来もできないよみたいな、被災地にあのボランティアとかで応援行こうと思ってもね、あの助けにも行けないみたいな、そんなことになったりするので、こうやってバックアップルートっていうのはすごく大きな意味があるかと思います。はい、そうこう話してる間に、川西のインターがもうすぐなんですけど、川西インター降りますと、まあ、産業道路、県道12号か13号か、ね、産業道路と言われる道路と、国道173号線といいまして、大阪の池田から笹山、福知山、綾部、あっちの方に行く国道ですね、まあ、その辺りに降りていけるのが川西インターです。まあ、大阪に、私ももう仕事終わって会社帰るだけなんですけども、普段でしたら川西で降りて、11号池田線の川西木部入り口かな、 あそこから入るんですよ、ね、でまあ阪神高速で帰ったりとかするんですけども、今日はちょっと箕面有料道路かな、あれをご紹介したくてわざわざ遠回りみたいなことして帰ります。はい、133キロポストで13時10分川西インター出口、およそ300メートル先料金所です。10キロメートル以上先直進方向明治京都大阪、132.4キロポスト、13時11分川西インター入り口です。茨城仙台市12キロ、ちょっと全部読めませんでした。カーナビがね新しくなって、近くのインターの距離表示されてるんですよ。これまだちょっと新しくなってね、まだ間がないもんですからちょっと見方が慣れてなくて、箕面とどろみまであと 3.5 キロほどです。小さい画面にね情報をあれこれいっぱい書いてあるから、どれを見たらいいんだみたいなのがパッと瞬時に判断つかないというか、覗き込まないといけないんで、このね機能が高機能なカーナビゲーションすごく便利かとは思いますけれども、危ないですよね。よく見ないとわからないみたいな、ちっちゃい字でいっぱい書いてあると、パッと見てパッと感覚的に頭に入ってくるような、そんな作りにできんかったもんかなと思いますけども、時計もね今何時かっていうのね、今13時13分ですけど14時8分とかね、なんかいろいろ書いてるんですよ。13時46分とか13時27分とか、
これどういうことかというと、高槻ジャンクションまで 19.9 キロで13時27分通過予定とかね、で豊中出口まで 43.2 キロで13時46分通過予定とか、あっちこっちに時刻がいっぱい書いてあって、で私の会社まで 49.3 キロで14時08分到着予定とか、今の時間をどこかなってパッと見た時にあっちこっちに時刻が書いてて、どれが今の時間か分かりにくいみたいな。便利なのかもしらんけれども、その欲しい時に見せてくれたらいいんであって、常に表示されたらどれ見ていいんか分からんっていうね、ありがた迷惑というか、もうちょっと進化する必要があるんじゃないのみたいな、そういう感想に至るわけなんですけど、兵庫県から大阪府に入りました。箕面とどろみ出口まで 1.4 キロ。箕面とどろみは入り口もあるかな、箕面とどろみインターと申し上げております。私が今回の動画でお伝えしたいのはこの新名神高速ではなく箕面有料道路の方ですからね、そちらの方、まあ大したことないんですよ、長いトンネルね、ひたすらトンネルを走るっていうだけなんですけれども、まあ、その模様をお伝えしたくて今回の動画を作りますので、今まで12分ほど動画経ってますけれども、ここから先が本番です。はい、よろしくお願いします。127.4キロ、127.3キロ、127.2キロとどんどん数字が東に向かって減っていきます。 127.2キロポストで箕面とどろみ出口13時15分、国道477かな、国道って言ってもまあ狭いダンプ街道って言われてて、もう峠道のくねくね曲がった、ね、狭い危ない道なんですけど、今日はそっちを走るわけではなくて箕面有料道路というやつをくぐって帰りますので、とどろみインターは一般道への出口が右側、箕面有料が左側と書いてございます。箕面有料方面と書いてますね、間違えないようにしてくださいね。安いな。続いて右方、大型880円で安いね。これはトンネルね、非常に長いトンネルなので作るのに大変コストがかかっている道路かと思うんですが、そんな料金で通れてしまうのかということです。今のはあれか、新名神の出口の料金だけか、合体してるわけじゃなくてここでもう一回お金取られるんです、ね、そんなに安いことはなかったと。今のは新名神代でした。60キロ、箕面グリーンロードトンネル5620m です。料金は620円です。620円です。およそ6km 先、出口です。
方なので、あのセンター踏み越えて対向車線出ないようにお願いします。この有料道路あんまりあの用事のあるご利用になる方少ないかと思います。めったにあのこの辺に住んでる、この山の、ね、奥に住んでる人ぐらいしか使わないというか、私も別にね、あの今日は動画撮るために通ってるんだって、別に用事があってこう今走ってるわけじゃないんでね。でもないんか、反対車線すごいずらーっと繋がってますね、えらく10代、20代、そんなに走ってるんかみたいな感じがします。1日に100台も通らないんじゃないのぐらいの感じで、そんなイメージで持ったんですけれども、今見ただけでも10台以上は通ってましたよ。こんなね、山奥までトンネルを 5.6 キロものすごい長いトンネルを掘るような、そんな工事をしてできた道路なので、結構通行料高いのかなと思ったら、そういうわけでもなさそうでした。阪急バスが通ってるな。この道路終点まで行きますと、ね、あの箕面のちょっとショッピングモールみたいなところに出てきて、そのまままっすぐ行くと、あの新御堂筋というのに接続するんですよね。でそのままズドーンと大阪市内まで、あのバイパス道路みたいな感じで信号なしでずっと行けるんですけれども、まあそうして大阪市内から、だからね、バイパス道路でズドンと一本でつながってますよっていうことですけれども、ただこっちの箕面の方っていうのをね、よっぽど御用がある方はともかく、あんな山奥に何しに行くんだっていうことですけどね。なのでご紹介してもね、あんまりあの、なんでしょう、使い道がないかもしれません。用事がね、ないと思います、多分。およそ 2km 先、出口です。新名神という新しくできた高速道路と、このね、あのマイナーなこの箕面有料道路っていう、このマイナーなトンネルをご紹介すると、今日は それだけのために走っております。長いトンネルの中でも GPS ちゃんと通ってるんですね。1キロ先出口、ほぼ誤差なくカーナビが案内しております。今現在あの大阪地下鉄北大阪急行っていう電車がありまして、あれが今まで線列 中央が終点やったのですけれども、それをあの延長してね、千里ニュータウンができて、町ができて50年以上経つのかな、今更ながら新しくあの延長されて、この箕面のこの辺りトンネルで今走ってきたこのトドロミとか、あの辺りもあのなんか電車がつながるみたいな、
話あるんですけども、工事まだやってるんかな。この先しばらく道なりです。はい、トンネル出てきました。最新のカーナビは何の工事かまで教えてくれるのか。あ、この辺もだいぶ変わったな。右に港南があったんですけど潰れたんかな。なくなってるな。ご飯屋白島食堂っていうのも多分最近できたんでしょうね。これカルフールというショッピングモールもあれなんか潰れたんやったっけ。イオンかなんかになったんかな。ちょっと最近の事情があんまり飲み込めてませんけど、この次の信号ですね。この次の信号を左の方に降りていきますと国道171号線、まあ、左の方に行ったら京都まで行きます。右の方に行くと西宮まで行きます。そういう国道171号線、そちらに降りていくのがこの左前の車に続いて左に出ていきますと国道171号線です。そしてあの降りていかずにこのまま真っすぐ行きますと大阪千里中央と書いてございます。国道番号423号線、新御堂筋と言われる道路です。あら、これ左手地下鉄の工事してるからアウディとかも店が移転してるのはなくなって右手に引っ越してますね。この左にあの桁が、ね、あの工事中なんか見て取れるかと思いますが、おお、すごいな。地下に穴掘って地下鉄通すんじゃなくて桁で上に通すんやね。これそういう工事か。まあこれ見た感じでもう10年近く工事やってるかもしれませんが、まだしばらく 2,3 年でできるような感じではないですね。もうあと10年ぐらいかかるんちゃうかね、こんな感じやったら。2010年ぐらいからやってっちゃうかな、こんな工事。ちょっと詳しいこと分かりませんが、まあ、でももうちょっと先なんですよね、千里中央という終点の駅が。もう少し行くとモノレールが、大阪モノレールが見えてくるんですけれども、大阪モノレールが地上階にあって地下にあの大阪地下鉄が伸びてきて北大阪急行というのが江坂から千里中央までそういう鉄道になるんですけれども、それの終点駅が千里中央がもう間もなく見えてくるかなっていう。まだ早いか。ここを左に降りていきますと千里中央っていうのがね、あのそういう街があるんですけど、高いビルがあの見たことないな。これで右手あたりに毎日放送かなんかラジオ局かなんかあったような気がするんですけど、毎日放送ってか文化放送ってかあるはずです。はい、まっすぐ行きますと桃山台、江坂、三国、西中島、まあ、そんなところ通って新大阪とかで、まあ、梅田、大阪の、ね、北区の方にどんどんつながっていくんですが、そちらには行きません。新御堂から外れまして大
大阪府道2号線中央環状線という方に私は入っていきます。ちょっと今日はねカメラの揺れまくってるのごめんなさい。これ取り付けしてるところがねガタガタなんです。カメラの規定がガタガタなんじゃなくて車側がねちょっとボロッチーでガタガタなんです。ごめんなさい。あでここはあの40キロ区間なんでゆっくり行ってください。こうやって合流も危ないんですが、それだけではなく今の左から白バイが隠れてて追いかけてきますので、ゆっくり行かないとスピード違反でやられます。中央環状線は制限速度60キロです。吹田市に入ります。大阪府吹田市、この吹田市は、サッカー の J リーグのガンバ大阪とかああいうのの本拠ですね。で昔は1970年には大阪万博が行われたのもこの辺りです。この辺りも3車線あって60キロの道路、まあ、ビュンビュンで昔は100キロで走ってる車とかいっぱいいたんですけれども、ここはもう速度取り締まりの定番みたいなことになってまして、気がついたら後ろに白バイがいるよみたいな道路なので、なるべく60ぐらいで走られた方がよろしいかと思います。もう間もなく左手の方に万博公園が見えて太陽の塔が見えるのかなみたいな位置かなと思うんですが、どうでしょうね、この辺もだいぶ変わったんですよね。エキスポランドっていう万博にあった遊園地があれがなくなったのかな、その跡地がなんかショッピングモールみたいになったみたいな感じで、昔はなんか風神雷神とかなんかジェットコースターとえげつないやつがあったりとかしたんですけれども、大観覧車とかもなんか世界一やとか言ってたような気がするんですけども、まだあんのかな、あれがそうか、観覧車だけ残ってんのかな。まあ、左のこのソーラーパネルが見えますでしょうか。この上がね桜の木なんですよ、植わってるやつ全部左側に植わってるやつ。これね春通ったらすごいんですよ、桜がうわーっともう大量に植わってるんで。万博公園はね入場料大人150円とか子供150円とかそんなんやったかな。ちょっとね私の記憶ももう40年以上前の記憶みたいな感じやから、ちょっと同じ値段で今やってるかどうかわからんけれども、まあ、入園料そんな高くないと思うので中に入ってお花見されてもいいかもしれませんね、桜の季節はね。はい、右手に見えておりますのが中国道の中国池田終点の、料金所です。中国道はここでおしまい、ゼロキロポストということになりますね。ここがの観覧車まではカメラちょっと映らないか。エキスポランドっていうのがあったんですが、なんか違う名前になってるかも。エキスポシティーか。ちょっとカメラ斜めってるし振動でガタガタするし大変お見苦しいかもしれませんが、またね機械改めてまたもうちょっと小ましな車で海の有料道路を紹介する時があったらまた撮影するかと思います。スイタインター右方向入り口です。その先250メートルで左方向京都西宮方面です。実際の道路標識を確認し逆走にご注意ください。はい、この右手から の入り口になってます。高速道路は右から入ります。続いて左方向京都
で右に入ったら終わりじゃなくて看板をご覧ください。これまっすぐ行くと近畿道、左側が名神となっております。私は名神高速で帰るのでこちら行きます。近畿道行かれる方は右の方に進路を取ってください。もう入ってすぐにあの分岐があって、これ、ね、京都行きたい方一番左から右に行こうと思ったらなかなかあの難しいのでご注意ください。およそ 10km 先、豊中インター左方向、豊中大阪市内方面です。パナソニックスタジアム吹田と書いてますね。あれがガンバの、大阪ガンバの本拠地かと思います。カメラ映ってないけど、今右手にあのサッカースタジアムがあるんですけど、はい、名神高速西向き、下り線ですね、行ってきました。 515.7km ポスト、豊中まで 9km、 尼崎 14km、 神戸 39km と書いてございます。515.9、516ですね、次が数字がどんどん増えていきます。これは、東京日本橋から516キロということです。名神高速自体500キロもないんですよね。そんな長い高速ではなくて、大阪から東京までの間、516キロという、まあ、そういうことですね。まあ、名神で行けば500何キロですが、名阪周りで行くともっと短いというか、400キロぐらい、450ぐらいっていう感じで、その名神がね、ちょっと遠回りなんで、岐阜の方を回っていくんで、直線距離ではないんであれなんですけど、まもなく、左手に名神吹田のサービスエリアが見えてくるかと思います。名神吹田サービスエリアはもうちょっとしたらね、陸橋でつながってるのがご覧いただけるんですが、車は移動できないんだけれども、陸橋を通って歩行者、人は歩けるようになってまして、この左側のサービスエリアから右側の方に移動しますと、大阪王将という餃子のお店がありまして、まあ他にもね、焼肉の店とかなんかいろいろフードコートはいろいろ充実してるんですが、右側に渡ると大阪王将餃子屋さんがあるということでお伝えしておきます。名神吹田サービスエリア518キロポストあたり出口合流、13時37分です。今回の動画は箕面有料道路をお伝えするということだったので、名神高速はこの辺でやめさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。失礼します。さようなら。